ザランページの竹地海洋が9月29日に東京後楽園ホールにて開催される DDT プロレスリング「ドラマティック・インフィニティ2024」から3時間スペシャルに参戦する写真デビュー戦試合中のザ・ラン・ページ竹地海星本情報は本日7月21日に行われたザ・ラン・ページライブツアー2024サイバーヘリックス RX16 ファイナル公演にて発表された 今年2月25日に行われたデビュー戦と同じ会場にて開催されるプロレス第2戦目の対戦相手は、後日発表予定。同イベントのチケットは、7月22日12時より、レッスルユニバース会員選考と LINE メンバーシップ選考を受付にて2次選考がスタートする。竹近い青コメント、とてもありがたいことにプロレスの2戦目が発表されました。皆様ありがとうございます。 1一戦目を終えた時の皆様の反応が大変よく僕の気持ち的にももう一回戦いたいもっと多くの方に届けたいという思いが強くなりましたし実際1戦目を観戦できなかった方からは次は会場で見たいと言っていただけることも多々ありその期待に応えたいという気持ちも強くあります1戦目を超える衝撃を与えられるよう全力で頑張りますのでぜひ会場にお越しください